こんにちは、ココロンです。ご視聴いただきましてありがとうございます。相変わらず同じ格好ばっかりしてます。はい、今日の動画は1月号通常版1180円、ポッカビューティー2層式の実力派隠れ推し活ポーチ、スイート1月号増刊版1300円、ポッカビューティーポシェットアンドカードケース豪華2点セット。はい、以上、本日は12冊だけ開封していこうと思います。はい、通常版と増刊版スイート会でございます。いや、ピンクやで、ピンクやけど、なんかさ、良さげな付録じゃない？見るからに良さげな付録。まあ、お値段的にはね、ちょっとこちらが1300円しちゃったりとかするんですけど、その分まあ、クオリティが良かったら、わいわ嬉しいかなと思うところでございます。次月予告どんな感じかすごい楽しみなんですけど、こちら、本日発売みたいな感じでサムネにはちょっと書かせていただいてるかなと思うんですが、私は9日に購入してまいりました。で、9日に出させていただきたかったんですけど、ちょっと用事でね、出せなくて10日に本日ご紹介させていただこうかなと思った次第でございます。関西は、なので9日発売になってるんですけども、全国的には12日発売。で、北海道とか九州とかは12日以降発売ぐらいになるんかなになっておりますので、ちょっと前にご紹介してしまっているので、そちらだけちょっとご注意していただけたらなという感じでございます。で、増刊版に関しましては、セブンイレブン、セブンネットショッピング限定商品。そして、こちら宝島社さんの雑誌なので、宝島社さんのホームページでも購入可能です。最初にね、それだけちょっと説明しとかんとね。はい、まずは、こちら年甲斐もなくね、いろいろやっておりますけども。50万やで、おばちゃん落ち着きやっていう感じではあんねんけどさ。よっこいしょ、こちらでございますね。今回のポーチなんですが、推し活って何？なんで推し活ポーチなんって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、中にね、透明のポケットみたいなのが、こう、内側についてるっぽいねんよ。で、そこに、なんか推しの写真であったりとか、切り抜きであったりとかを挟んで、こう、開けてやな、ああ、今日も推しは美しいみたいな感じで、できますよっていう感じのポーチだし。別に推しがいらっしゃらない方はね、普通のうちポケットとして使っていただけたらという感じなんですけども、2層式になっているということで、なかなかしっかりとしたポーチなんじゃないかなと思うところでございます。まあ付録でね、ポーチ今までいろいろ出てきましたけども、最近なんかちょっと少なくなってきたかなっていう感じではあったので、久々に出るポーチちょっと楽しみでございます。ということで早速開けていこう。はい、よっこいしょ。はい、中身はこんな感じです。あ、でも綺麗かも。ポコって入ってますけど、なかなかコロンとした可愛らしい形のポーチかなと思います。サイドはですね、ちょっとペチャってなっているので、ちょっと頑張って膨らますとですね、少し厚みが出る感じ。なんか薄ピンクやねんけど、ちょっとスミレ色も入ったような、薄紫もちょっと入った感じのお色かなと思います。では早速本体レビューいってみよう。はい、ということで、よっこいしょとのけていきますとですね、だいたい100g じゃね、はい、こんな感じの特化さんのポーチでございますね。厚みはね、物を入れたらもうちょっと膨らむかなという感じ。ペシャッとなってたので、このような感じの2層構造になっております。いや、見るからにね、美しい感じではござらんかという感じでございますね。まあ、フロークとは思うまいという感じじゃない、綺麗な感じのポーチかなと思うんですが、素材アップいきますとですね、このような合皮でございますね。なんとなくわかりますかね。そんななんかね、シワ感がわーっていってる感じではないので、まあ、ツルツルした感じではあるんですけど、そこまでテカテカはしてない感じ。そして特化のこのロゴはですね、白押しで入っております。豪華でいいよね。この辺も可愛らしいポイントかなと思います。ロゴ白押しはいいよね。で、まあ、薄ピンクになるんですけど、タック部分もね、合わせて薄ピンクを使ってくれているんですが、少しだけ、ほんと少しだけ薄紫が入ったような色合いかなと思います。で、チャックはですね、ゴールドのこんな感じのちょっと重みがある系チャックをちゃんとつけてくれておりまして、ここのレールはピンクに合わせてくれている感じになっております。前面から開けていこうかなと思うんですが、はい、パカンと、ここが推し活の切り抜きなどを入れれるスペースとなっております。中は薄べったチャックにはなるんですけど、ちゃんとゴールドのやつつけてくれていて、チャックの息もくるーっとこう行きやすい感じでございますね。パカーンって開くんですよ、ここ。透明になってて、何入れようかな、ミーコミーコ入れようかな。ミーコの推しではあるんでね、うち家族全員ミーコの推しなんで、まあ、こういう感じで開くんですけど、お化粧をしてる時にですね、推しを眺めながら、まあ、何かね、会社とかで嫌なことがあった時にカバンからさっと出して推しを確認するみたいな、推しをワイも頑張ってるでというのにね、使えるポーチかなと思う感じでございます。うち側はですね、もう無理くりくりくりちゃんとパイピング処理してくれておりまして、この縁に関してもパイピング処理してくれております。形がね、割とビシッとした感じではあるんですけど、ここにこうパイピングが施されているわけでございますね。なので、このふっくらした感じ
感じ、形きっちり保ってくれている感じに仕上げてくれているのかなと思う感じでございます。感じ感じ言うとりますけども、チャック閉めていきまして、ここにもポケットがございます。もう指透けてますよっていう感じの薄いポケットなんですけど、まあ、開くキーとかそんなん入れとってもええよみたいな感じなんかな。だからここはお師様のスペースみたいな感じで使ってもいいし、普通のあの2層構造のポーチとして使ってもいいしという感じかなと思います。もう片っぽのところを開けていこうかなと思うんですが、パカン、はい、シリカちゃんこんにちは。このような感じで内側はね割とここがぐちゃぐちゃぐちゃってしちゃってるんですけど、こういう形なのでね、そこは致し方ない部分ではないかと思います。こうやってパカって開くやつってさ、結局さバーンってこれがね全部要180度ですね、パカーンって開いちゃった場合、物何も入らへんのよ、横から転げるしね。その時嬉しいのがここのこう、待ちっちゅうかなんちゅうか転がるガードでございますね。これがついていることで、こんだけの容量、グーがねもう2個ぐらい入っちゃうぐらいの容量のものが転がらずしっかり収納できるという作りになっていて、この辺はもう出し慣れていらっしゃる、さすがスイートさんというあたりではないかなと思います。中もきっちりパイピング処理はされておりますね。ところどころね若干作りが甘いところっていうのがなきにしもあらずなんですけども、表面に関してはとっても綺麗し、まあ、付録としてはほんと十分だから、付録やから十分っていうんじゃなくって、別になんかパッと見は商品レベルだと思うので、でなんかね私ポーチであったりとかなんかいろいろお店とかでさちょっとチェックしてみたりさ、まあお財布であったりとかね、さすがにさ何万円もするブランドさんの小物とかと比べたら、ちょっとなんかパイピングがくちゃくちゃってなってて甘くないとか思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、普通にね一般で売られてる例えば1000円から3000円ぐらいの商品と比べた時に、付録って別にね見劣りはしません。物にもよるんですけど、特にスイートさんの付録っていつもしっかり作ってくださってるものがね割と多かったりとかするので、まあ当たり外れはあれどね、なのでまあ十分な作りではないかと私的には思う感じでございます。全然綺麗し使いやすい。で裏側はもちろんのこと全部ねこう裏地がついている感じでございます。も十分かなと思いますね。グー2つ入るぐらいと思っていただけたらと思いますよ。待ちはそんなにないように見えるかもしれないんですけど、実際入れたらねもうちょっと膨らめると思うねんな。今物入れてなくってさらにピチャーンと折りたたまれていたので、最初がそれでちょっとピチャッと見えるかもしれないんですけど、割と待ちはある方ではないかと思います。容量も十分 でこちらのあの前面のポケットに関しては、まあ、これ普通にカートポケットとかとしても使えるだろうし、ちょっと大きいけどね多分推し活とかいう使い方でなかったとしてもいろんな使い方ができると思うので、普通にお化粧品入れてもいいし日用品入れてもいいしという感じではないかなと思います。ここ2つ分かれてることで、例えばカバンの中の仕分けポーチとして使う場合はこっちは化粧品でこっちはなんか日用品、ちょっと使うものはこっち入れといて、お化粧直しの時はこっちみたいな感じで使い分けもできると思うので、いろんな方が使っていただきやすい感じのポーチじゃないかなと思います。かなり綺麗ししっかりとしているんじゃないかなと場合的には思った次第でございます。いや可愛いよ、いい感じ、なんか薄紫っぽいピンク、こういう感じのピンクを割とねスイートさんつけてくれることが多いんですけど、でもなんかあの男の視聴者さんはさもうどっちかというとピンクよりもっとこうグレーとかさ使いやすい色の方がええわっていう方もまあいらっしゃるかもしれへんねんけど、まあスイートさんやからね付録がね、まあそのあたり兼ね合いもあると思うんですけど、ただ真っピンクっていうよりは若干くすましてくれてるかなっていうところでもあったりとかするので、まあ小物でも持つ分やったら別にいろんな方が気にせずこう持てる感じの色合いかなと思います。なんかさこういうしっかり系の付録が出るとねわいわ嬉しい、いや可愛いですよ。ほんで次、はい、サクサクいきましてということで、スイート1月号増刊版でございます。先ほども言いましたけども、増刊版に関しましてはセブンイレブン、セブンネットショッピング限定商品となっておりまして、まあ、1300円しちゃうね、割としちゃう感じなんですけど、まあ、今流行りのね、あの縦型ポシェットな感じ、それにカードケースもついてんだよね。まあ、そのあたりでちょっとお値段しちゃったんかなっていうあたりではあると思うんですけど、まあ、こういう合皮商品がね、付録として出るのは本当に大歓迎。もちろんのことね、ちょっとピンクやと持ちにくいっていう方もいらっしゃるから、私としては、まあ、白だったり、ベージュだったり、まあ、それがちょっと色的に汚れるわ、それが気になるっていう方だったらグレーだったり、まあ、黒でもいいんですけど、なんかそれ系の色合いでも出してくれたらいいかなとは思うんですけど、ただワンポイントで持つんだったらまあ可愛らしいんかなって思ったところでございます。あのでっかいカバンでピンクとかやったらさ、ちょっと華やかすぎるかなって思われる方もいらっしゃるかもしれないけど、ちっちゃいポシェットでピンク、それでメインのバッグは別みたいな感じで持つんだったら、どなたも可愛らしく持っていただけるんじゃないかなとちょっと思った次第でございます。まあ、まだ開ける前ですけどね、どんな感じか。ほんでは早速開けていこう。はい、
よっこいしょ。はい、中身はこんな感じだ。あー、めっちゃしっかりしてる。いや、折られてんねんけど、折りたたまれてはいるんだが。でもね、このカードケースがすごいかっこいい。紐は内蔵されてる感じなんかな。紐くちゃくちゃくちゃってなってなかったらいいけど。オーマイ、オーマイガー。なるほどな、ポシェット。いや、めっちゃかわいい。なんかさ、合皮のさ、こういう切りっぱなし系のポシェットとか流行ってたりとかするじゃないですか。まあ、大体ベージュだったりとか、カーキだったりとか、なんかそっち系の色が多かったりとかすると思うねんけど、しっかりとは作られておる。ただ、はじめの折りじわが若干気になる。あと、紐のこの、うるるるっていうのがちょっともったいないかなって思うところで、素材はめっちゃいいから、ドライヤー召喚かな。はい、本体レビュー、行ってみよう。はい、ということで、まずはバッグから乗っけていこうかなと思うんですが、いや、見にくい見にくい。大体 100g。そしてこの完璧なカードケースね。こちらが、春 25g。ちょっとバッグの方はドライヤー召喚するので、先にこちらのカードケースからご紹介していこうかなと思います。もうこれ完璧じゃないですか。もう、売り物やん。なぜそう思うかというとですね、この素材感にありでございますね。こんな感じの、このシュワシュワシュワっていう感じの合皮があんまりお好きでない方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、私は大好物でございます。こんな感じで、特化さんのロゴは白押しで入っておりまして、なんか高級感ないですか。で、合皮のこの厚みっていうのもね、ある程度関係してることだと思うんですけど、かなりしっかりと作ってくれてるかなと思うところでございます。こんな感じ。裏側もね、ジャケットがついております。先ほどのポーチと色も合わせてくれてるかなと思うところなんですが、うん、素材感がね、全然違うからね、まあ大体同じ感じの色、大体一緒っていう感じかなと思います。素材感全然違いますけどもね、ここを全く一緒じゃなくて、ある程度変えてくれるっていうのも、逆に可愛らしいかなと私的には思う感じでございますね。でもって特化のロゴがドーンとあって、ここにポッチがついております。ホック開けていきますとですね、中はピンクになりますね。なんかこの中側の色が、うん、ピンクって感じの色なんですよ。で、こっちがちょっとだけ薄紫入ってる感じのピンクなの分かるかな。さっきのポーチもそうなんですけど、真っピンクっていうよりは少しこう墨入れ色がそっとだけ入ったかなっていう感じの色だと思っていただけたらと思います。ちょっとまあカードどんな感じか入れていこうかなと思うよ。まずは外ポケに分厚カード1枚入れるとこんな感じです。合皮ってね、割と滑り止め作用があるので、そんななんか普通にしてたらそんなバーンって落ちてくることはないけども、こうやって両サイドをギュッて押したらちょっと落ちてきやすくはなるかなとは思う。まあ、なので大事なカードは中に入れた方がいいかなと思います。ちなみにこれ分厚カード6枚ぐらい入れてるんですけど、そのぐらいでも入ってしまうのだがね、まあ、せっかくカードケースで中があるのだからそっちに入れましょうよという感じでございますね。はい、カード入れてみたらこんな感じでございます。これ今分厚カード6枚入れてる感じで、ホックを締めていくとも余裕でございますね。割との容量入るんじゃないかなって思います。使い方的にですね、後ろにカードを例えば2枚ぐらい今入れてるんですけど、それでここをお札と小銭入れみたいな感じにして、ミニコインケースみたいな感じでも使えるかなってちょっと思ったんですけど、ただね、後ろにカードが入ってるとこれ開きがめちゃくちゃ悪くなんねんよ。だから正直小銭は取りにくい、このカードが引っかかんねんね。なのでコインケース、あとお札は三つ折りじゃないと入らないんですけど、まあ、そんな感じで簡易なね、ちっちゃ財布みたいな、ちょこっとしたお出かけにみたいな感じで使うのであれば、お札は三つ折りで、小銭はこんな感じでね、取り出しやすい感じなんですけど、ここにカードを入れてしまうとここの開きが悪くなっちゃうので、カードケースとして使うか、それかコインケースとして使うか、どっちかで分けた方がいいかなと思いました。なんかお財布にさ、例えば入りきれへんカードケースみたいな感じで使ってもいいんかなと思いました。コインケースとカードケースは一緒にするとちょっと使いにくいかなって思うところやけど、まあ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 、どっちかでは使えるかなっていう感じなので、そこは用途に合わせてご利用いただけたらなと思う感じでございますね。なかなかね、ほんと可愛らしいし、すごく高級感があっていいんじゃなかろうかと、お相手には思ったところでございますよ。かっこいい。でもってこの子なのだがね、ちょっと見ていただきましょう。ここにね、こんな感じで折り目がついてたわけですよ。しょうがないよね、サイズ感的に箱に入れるのにね、こうせざるを得なかったのかもしれない。だったらばでもこのぐらいの箱に入れたら最初から良かったんじゃないかなってちょっと思うところでございます。かなりね、ごめんね、ライトで白飛びしちゃうかな。まあ、先ほどとね、同じような感じのしっかり合皮で作ってくれております。裏地とかはついてない感じになっておりますね。特化さんのロゴはやはり白押しでゴールドで入っている感じ。作り的にはね、すごいしっかりしてていいんじゃないかなと。切れっぱなしでビャーって縫われただけという感じではあるんですけど、一応マチも作ってくれております。ただいかんせんもったいない、このね、この折り目ですよ。これ開けたらちょっとうんってなってしまう感じが少しもったいないので、あと紐ですね。
ね、紐はかなり、まあ、ある程度長めに設定してくれてるんじゃないかなとは思うんですが、一応調節も可能でございます。今、マックス系になっているんですが、中ね、ここにこんな感じで紐通ってるやんか、ここの下側がくるりんぱになっているわけですよ。なので、もし短くしたいという場合はですね、ぐーっと引っ張ってもらって、そしたらここが伸びるやんか、で、この辺でくくってもらったら、こんだけ短くできるよという感じで、調節可能となっております。こういう感じのさ、中くるりんぱする系の紐がついた、こういうバッグって、各ブランドさんからね、たくさん出てるんですよね、今年。すごく人気な感じの作りかなと思うので、ブログでゲットできるんだったら、なかなかええんじゃなかろうかと思う感じでございます。縫製についても全然問題なく美しい感じで仕上げてくれてるかなと思う感じでございますね。とりあえずドライヤーを召喚しましょう。今までさ、こういう細い紐ってさ、私こうやって例えばハンガーとかに引っ掛けてこうやってドライヤーかけてたやん。いや、じゃなくてね、今日ふと思いついたんですけど、ここの中にくちゃくちゃくちゃってもう適当でいいから入れちゃってパーって温めるやんか。で、合皮って何が大事かっていうと、こういう分厚い合皮とかだとパーって温めて、この表面までね、しっかりこう芯までぬくまるというか、きっちりこの表面までぬくくなったかなっていうところまで温めた状態でやってすぐ出してんやんか。ほなら見て、シワ全部取れてる、完璧。ほらほらほら、さっきのヨボヨボが嘘のように、作りたてのように美しくなりました。え、これこのやり方完璧じゃない？これからさ、細い紐のこういう合皮素材のやつが出た時は、まずはくっちゃくちゃでいいから、その中に掘り込んでね、一緒にあったかめてしまうねんね、このカバンごと。ほんでピュッて出しただけで、あと何もせんでこんだけ綺麗くなった。マジでこのやり方最強。よかった、ドライヤー召喚してよかったです。今日このような感じでちょっと一人で喜んでるんですけどね。こんだけ紐綺麗くなったら最強じゃない？なんで気づかんかったんやろ、早く気づけばよかった。今までのさ、この合皮の細い紐系のやつさ、全部まっすぐにして回りたいわ。いや、完璧じゃないですか。いや、中でね、くちゃくちゃでもほんまなんでもいいねん。とりあえず温めてしまえば、ピュッて出した時にもうとりあえずこの状態で出てくるからね、マジで完璧。ご購入された方はね、もう必ずドライヤー召喚していただけたらと思う感じでございますよ。だってこれでも持つ方が良くない？もう普通に買ったやつっぽいやん、いい感じ。ちょっとご紹介進めていこうかなと思うんですが、待ちはね、一応こんだけなんですけど、ドライヤーを当てただけでこれだけちょっとふっくらした感じになりました。で、まあ縫製は問題ないんですが、こんな感じでいらぬシワがもう一切なくなった、どこ行ったという感じになっております。裏側ね、こういう感じで縫われているんですが、これは内ポケットがついています。裏側は裏地はついてないんですけど、この合皮自体がちょっとふかふかした素材感になるので、裏側はまた先ほどのカードポケットと一緒で、カードポケットじゃあカードケースねと同じでピンクになっております。内側がピンクで、表面はうっすらピンクのちょっとうっすら墨で色が入った感じだと思っていただけたらと思います。内ポケに関しては割と大きいですね。手がこうパサッとパサッと入ってしまうぐらいの大きさがあるかなと思います。はい、この間買ってきました、 iPhone13 の一番でっかい携帯の携帯ケースなので、これが入ると、まあ、iPhone の一番でっかいやつも入りますよという感じだと思っていただけたらと思うんですが、これを内側に入れるとですね、ここにホックがついてるんですけど、ホックはちょっと締められへんかなってなっちゃう感じですけど、別にホック締めへんのやったら内ポケに携帯を入れることも可能です。内ポケじゃなくって本体に入れる場合っていうのは、この携帯ケースがこのぐらいまで行くので、ホックを締めることも可能です。なので、まあでっか携帯でもスポーンって入る感じのサイズ感プラス、内ポケットに入れるんじゃなくて本体の方に携帯を入れるのであれば、ホックを締めることも可能というぐらいの作りになっております。マジでさ、紐が綺麗だけでこんな高級感出るんやね、すごいね。これから宝島社さんさ、細い合皮の紐もうウェルカムですよ。まっすぐにする方法が分かったのでね、くっちゃくちゃで入っとっても大丈夫やで。ドライヤー召喚さえしてしまえばこれだけ美しくなるというね、もう全くもう満体でございます。いい感じで、まあここに何が入るかというところをね、ちょっとチェックしていこうかなと思うんですが、このホックが割と硬いねんな。でも私のやつはね、ここのホックが割と固めでございましたが、まあ、これは無理でしょっていうところだと思うんですけど、 10×20cm のいつもご紹介しております長財布でございますね、を入れていくとですね、ちょっと先っちょが飛び出るよ。まあ、プラス携帯とかでも全然入る容量はあんねんけども、まあ、ちょっと長さ的には飛び出ちゃうかなって感じ。まあでもさ、お出かけするのにさ、最小ミニマム単位でお出かけしたい、だが長財布は持っていきたいという場合は、別に使うのは問題ないんじゃないかなと、割的には思うところですけどね。はい、500ml
ットルのペットボトル入れるわけではございません。ちょっとサイズのね見本としてこのぐらいのサイズ感だと思っていただけたらと思います。まあせっかくやから入れてみる。うん、ちょっとなんかぴょこって、あ、どうもこんにちは、今お風呂使っていますっていう感じの出具合なんですけど、まあ、入れれんくもないけど、わざわざペットボトルを入れますかっていうところだったりとかするので、まあ、せっかく可愛いからさ、やっぱりミニ財布と携帯と、まあ、さっきのカードケースもねあれだったら使ってお出かけとかいう時に使っていただけたらなと思う感じでございますね。とっても可愛らしい。いや、やっぱりね、シワ取りは最強でございますよ。もうこのドライヤーの技さ、生み出してよかった。もう今後このくちゃくちゃで入ってる紐が怖くないっていうのがね、とっても今日の一番の成果でございます。はい、手で持ってみたらこんな感じで、斜め掛けにしたらこんな感じです。そんななんか短すぎるとかではないので、普通に持ちやすいサイズ感かなと思います。はい、どうでしょう。いや、色がね、やっぱりほらピンクだったり薄ピンクだったりとかするから、それでちょっと苦手って思われる方もいらっしゃるかもしれないけど、なんかね、雑誌にいろいろ載ってるんですけど、一応読むやんか、いろんな雑誌ほんでなんかブランドさんがさ、マジでこの形のやつ、まあ、様々ですよ。上になんか紐をくるリンパのところがついてたりとか、ちょっとポコってしてたりとか、前にポケットがついてたりとか、いろんなデザインではあるんですけど、この手のバッグをブランドさんが合皮なんか本革なんか分かれへんけど、割とこうさっぱりとした作り、こんな感じの作りでたくさん出してらっしゃるのよ。でそのまあ写真でしかないからさ、実物見たわけではないからあれやけど、実際付録でついてるやつって見比べてもそんなに変化ないねんね。だってまあ単純な作りやからさ。でまあ流行っているこの形、そしてなんか付録感のないこのいい合皮で2個セットな感じなので、なかなか今回当たり買いではないかなと私的には思います。色合いが苦手っていう方はちょっとあれやねんけど、ただこのグレー黒みたいな服装に持ってみても全然しっくりいく感じだったので、可愛らしいんじゃないかなと思います。しかもトッカさんのブランドが乗っかってるしね。1300円でこのクオリティやったらお得って言えるのはやっぱりドライヤーですよ。ドライヤーでこのね美しい紐を再現しちゃった感じだから、そこんとこがちょっと大きいかなって思う感じではあるので、ドライヤーねかけすぎちゃうとこういう合皮ってふにゃふにゃふにゃって柔らかくなりすぎたりとか、表面が熱い熱風をねめちゃめちゃくっつけてベーってかけちゃったりとかしたら溶けちゃったりとかする可能性もあるので、まあ時間はね数十秒から長くても1分以内ぐらいで抑えていただけたら、ドライヤーしっかり活用していただけると思うので、でも紐さえねこんだけ綺麗な感じだったらほんま写真通りやし、雑誌さんに載ってるさ他ブランドさんのやつと変わらんぐらいのいい感じに仕上げてくれてるんじゃなかろうかと思う感じでございますね。でこのセットとあと推し活ポーチになるんですけど、なんとトッカさんのねブランドも乗っかってるということで、作りもしっかりしてるし素材感も全然 OK で、機能もちゃんとあって、この子は2層構造、この子は2個セットになってるやんか。なのでまあお得な感じの付録かなと私的には思います。付録クオリティとしてはとてもいい方なんじゃないかなって思うよ。当たりかい。はい、今日の付録紹介いかがだったでしょうか。ということで次月直行ってみよう。やったー、お財布やー。スイート2月号は1月12日発売となっておりまして、こちらが通常版、そしてお財布が増刊版となっております。増刊版に関しましてはセブンイレブン、セブンネットショッピング限定商品となっておりまして、まずは通常版からご紹介いこうかなと思うんですが、フロコがですねガパッと開いてたくさん入るボックスコスメポーチということで、またコスメポーチ買いというところではあるんですけど、今回のコスメポーチまたピンク色になるんだけど、今回でややこしいね。今回ご紹介したコスメポーチがちょっと薄紫色みたいな感じになってるんですけど、次回ご紹介するこちらでございますね。次月予告のこちらは肌なじみ系ピンクっていう感じやから、なんかちょっと紫っぽいピンク苦手っていう方でもこれだったらちょっと使いやすい感じの薄ベージュが入ったような感じの色合いかなと写真ではお見置きするんですが、このボックス型ポーチね懐かしい。これ初期からね割と何回かまあ出たことはある感じではあるんですけど、今年は出てなかったよね。とても久々な形かなと思う感じでございます。ブランドはですねハーレップ2さんになります。元 AKBB の方やねが作られてる。このブランドさんスイートさんとねコラボすることすごく多かったりとかするんですけど、付録クオリティはねいつも高かったりとかします。今までいろいろついてたよねハーリップ2なので、しっかりとした商品じゃないかなと私的にはとっても期待する感じでございますね。そしてこちら増刊版になっております。先ほども言いましたがセブンイレブン、セブンネットショッピング限定商品となっておりまして、付録がですねハーリップ2ベビーピンクチェリーが大人可愛い金ロゴミニウォレットということで、ゴールドのねロゴがしっかり入っておりますよ。こっちも多分ゴールドのロゴがしっかり入ってる感じかなと思うんですが、のミニウォレットでございます。ベビーピンクにはなるんですけど、ちょっとベージュ織りのベビーピンクにしてくれてるんかなという風に写真では見えます。ピンクピンクっていう感じではないんじゃないかな、わかんないけど手で持ってみないとねやっぱり写真じゃわかんなかったりとかするので、でカード入れが中に入るタイプのミニウォレットで、小銭入れは外についてるタイプで、こんな感じでねこうチェリー柄に中なっててとっても可愛らしい感じかなと思います。スイートさんはわかってるね、やっぱりミニ財布つけてくれました、とても嬉しい感じではあるんですけど、希望ではそりゃ
中財布が良かったよ。良かったけど、とりあえずね、お財布つけてくれるね、雑誌さんが今回少ないよ。今で、この間ご紹介したメンズのモノマックスさんやったっけが、ゲッターズ飯田さんのね、長財布を再びつけてきてくれると。そして、2個目じゃないかな。他あったっけ、なんかミニ財布あったような気すんねんけどな。2個目か3個目だと思うので、1月は、とりあえずはお財布ご紹介できるということが決定しました。12月に発売される他、リンネルとか、大人ミューズさんとかございますけども、そちらも、次月予告でね、要は1月発売のものが、お財布ついてきたら、1月お財布祭りができるね。どうなるんかな。ちょっと他の雑誌さんのね、次月予告も楽しみにしていこうかなと思う感じでございます。でもね、可愛らしい。スイートさんはやっぱりね、雑誌付録のパイオニア。今日の付録紹介いかがだったでしょうかということで、いや、スイート見てたらね、ゲッターズ飯田さんが占う2023年上半期の運勢というのが載っておりまして、ちょっと見ていこうかなと思います。1975年は占えるかな。あ、大丈夫。1966年生まれの方から2009年生まれの方まで占える感じで雑誌に載ってるんでね、ちょっと見ていこうかなと思うんですが、私が1975年の8月生まれなので数字15やね。覚えてるわ。インディアン座になっております。で、生まれ年が、西暦ねが偶数なら金、生まれ年が奇数なら銀ということでございますね。私1975年なので銀のインディアン座ということになります。ちょっと見ていこうかな、楽しみ。もう運気最悪って言われたらどうしよう。はい、銀のインディアン座なんですけども、全体運がね、2023年の上半期でございますね。何かと苦労が多かった7年間を経て、うわ、なんかわかる。あれ、なんか刺さった今。この一文でプサーって刺さったんですけど。才能と魅力が評価される最高の運気がスタートします。やったー、やっと来ます、やっと来るんや。2022年は心身ともに辛かった人も多いはずですが、その苦労のトンネルから抜けて楽しく面白いことが始まる解放の年に入りました。ペースな性格なので、いや、ほんまそれな。運気がいいと言われても自由気ままに日々の生活を送るタイプですが、そんな生き方の中でなんとなく続けてきたことが才能として評価され、周囲の人に役に立つでしょう。あ、役に立てるんやったら幸いやね。これ幸いでございますよ。なるほどね。とりあえずなんか流れに身を任せましょうみたいな感じの全体を。よかった。なんかもうすごい刺さった。最初のしんどかった7年間でプサーって最初に抜くパターンね。恋愛運、あ、マジどうでもいいっす。一応ちょっとね、軽く触れていこうかなと思うんですが、楽観的で明るくマイペースに生きているので自然と異性からモテるタイプですが、いや、そうでもないぜ。2023年最大モテ期、うわー、いらんな。大丈夫です。いい出会い、6月とか7月とかになんかいい出会いがありますよとか。いや、まあね、出会い求めていらっしゃる方はね、なんとなくね、まあその占いが全てじゃないですけど、なんかちょっといいですよって言われたら嬉しかったりするやん。で、私の場合悪いですよって言われたら割と新人かったりとかすんねんけど、後々考えたらさ、やっぱりなんか、まあ、さっきも言ったけど、何かと苦労が多かった7年間を経て、もうこのことも書く。ほんまきつかったんやけど、もうまあ、7年ぐらいですわ。なんやかんやね、しんどかった。7年から10年ぐらいがちょっと私人生割としんどかったんですけど、ここんとこ。確かにもうここに来てだいぶね、解放されてる感じはあったんですけども、仕事運、不向きな職場や苦手な分野で不満がありつつも続けているという人が多いのが、銀のインディアン座。あ、まあでも確かにね、私20代さ、会社員時代の話よくしますけども、まあ、給料はね、まだ、まあ今から考えたら別に多くも少なくもねえわって感じだったりするんですけど、まあまあまあ良かった方じゃないかなと思います。不景気ってさ、ここ30年ぐらいずっと不景気ではあるんだけども、だん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 とね、給料ってね、ワンチャン私が思うに下がってきてるように思うんですね。で、その会社でいた時も、昔からいる人の方が給料が良くって、最近入った子の方が給料少ないスタート、基本給からして少なく設定されてたみたいなところもあったりとかするので、年々なんか下がっていって、ちゃうかなって私的には思うんですけど、なんかバレへん程度ガクーンって下げるんじゃなくて、うっすら下がってきてて、30年も経ってるもんやから、もう最初と比べたらすんごい差になってるみたいな感じじゃないかなって、給料形態に関してはこの間もね、熱く語りましたけども、すごく思うんですね。ほんで、まあそんな感じの会社だったんですけど、最初にさ、もうパワハラセクハラがドカーンって来たわけですよ。愛人になれやみたいな感じで言われて、いやいやって言ったら、そこからパワハラが始まるっていう、まあ分かりやすいパターンだったりとかするんですけど、そんな会社にさ、私8年とかおったんよね。スタートからそれやで、もうええ時なしよ。いい時まあ1年なかったぐらい。すぐに
にそのなんか事件が起こって、でそっからもうひたすら圧力かけられるみたいな、ほんで宮本武蔵が出来上がるっていう感じのね、いやいややるんやったら命かけてこいや、こっちも真剣抜いたらみたいな感じの性格が出来上がったわけなんですけども、だったらやめりゃよかったじゃんって思ったりとかするんだけど、私ね一人暮らしでさ、実家がなかったもんで親が亡くなってて、なかなかね転職する勇気っていうのがなかったんだよね。今から考えたらさ、20代なんて別に若いわけやし、私就職したいですって言ってね、年齢で引っかかったこととかもあるので、まあ世の中さやっぱり年齢で引っかかることってあるじゃないですか。でも20代なんかさ全然若いからさ、年齢で引っかかることなんかまあほぼないでしょうっていうところだったりとかするので、今から考えれば他の職場探してみてもよかったんじゃないのって思うんだけど、その時ってさ若いから視野が狭くって、なんかこう他の仕事を探すっていうのがなんかちょっと怖かったりとか、今でさえしんどいのにそれプラスアルファで他のことをやるっていうのがなかなか手つかんかったりとかしてね、結局8年ぐらいいたかなって思うんですけど、プラスその時ナナさんっていう猫なんですけど2人暮らし でワンルームマンションだったんですよ。なんか広めのワンルームマンションみたいなところやねんけどね、最初入居した時にキッチンの水がさ、なんか根元から割とピアって水が出てやな、いやメンテナンスと思って、ほんで水漏れ会社さんに電話したんですよ。そのワンルームマンションね、一人暮らし初めてします、さあキッチンで水出してみようと思ったら、その根元からピアって水が出てきて、いやこれはまずくねってなって、ちょっと水漏れみたいなのがあってね。ほんで、まあ、今やったらさ水漏れ業者さんって詐欺の業者さんめちゃくちゃ多いねんけど、まあ、その当時言うて二十何年前ですから、まあ、その頃からね詐欺は横行してるんかもしれへんけどさ、とっても良心的で、普通に直すのなんか4000円とか5000円ぐらいで直してもろて、ほんで管理会社さんとお話しすることがあって、あ水漏れあったんで直しましたっていうのをちょこっとなんかそんな話をしたんですね。そしたらめっちゃ怒られて、その管理会社さんに、うちの提携してる業者があるんでこっちに連絡してもらえないと困りますとかすごく言われて、いや不適はあったんオタクやん思いながら、あそうなんすかすいませんって言ってたんですけど、ほなら今度ねエアコン使ってみましょうってなった時に、中からピッてつけたら中から砂がブワーって出てきたんよ。でプププププってなって、っていうのも多分ねその物件自体が築15年か20年ぐらいは経ってたんじゃないかな、その当時って思うぐらいなんですけど、その最初につけたでしょうっていう感じのめちゃくちゃに昭和な、見たことないような、なんか四角い感じ、角張ってる感じのでっかいエアコンがついてて、でもう古すぎると、これ省エネエアコンみたいな感じに変えたいんですけどって管理会社さんに言ってみたんですよ。まあ、変えてくれるんやったらありがたいけど、変えてくれへんやったらもう自腹で変えたいんだがっていう話をしたんですけど、そしたらもうダメって言われて、そのクソ古いエアコンを使い続けてください、それ以外認めませんみたいな感じで言われて、もう今やったらもうぶん殴ったろうかなって感じじゃないけど、で結局さそのクッソエアコンを使い続けたわけですよ。一応冷房は出たよ、冷えたよ、冬もぬくまりましたわ、やけど電気代がえげつなかった。だいたい夏は4万円を超えます。最初に言いましたがワンルームです。ワンルームって言っても割と広いんですよ、20畳ぐらいある感じのワンルームなので、まあ、ある程度ねエアコン1個でバーって回してたらある程度の電気代はそれかかっちゃうかな、普通のワンルームとかよりは、まあ広いからさ、まあそれはわかるよわかるけど、だいたいもうマックス4万9000円とか5万近く夏場はね電気代がかかったりとかしたんですよ。 でもそれなんでかって言ったらね、先ほども言いましたナナさんと私暮らしていたわけですよ。猫ちゃんでございます。猫ちゃんね温度管理ちゃんとしてあげないと、私がいない間もクーラーはつけてあげないと暑くてへばっちゃうじゃん。だから光熱費だけ夏と冬がえげつなかったわけですよ。その光熱費を要は払い続けないといけないから、ある程度給料がある会社で働き続けないといけない、プラス今よりも条件がいいところを探すってなると、まああったんでしょうけどね探しはね、だけどその気力もなく結局8年ぐらい働いたっていうお話だったんですけどね。もしかしたら電気代がバカ高くなけりゃそこまでねビビらんと普通に仕事探せたんかもしれへんけど、いろいろかかるお金が多くてさ、だからさなんか仕事でねすごい大変な思いされてるっていう方がコメント欄でもすごくたくさんいらっしゃんねんけど、なかなか辞められへん、なかなか次探す気になれないっていう気持ちはねほんまわかる。だって私次探せんかったもん、結局8年ぐらいそこにいたからね。いやーな思いしながらさ毎日毎日さ、ただまあでももし一歩踏み込む自分にね自信があったら、もしかしたら人生変えれたんかなって思うところだったりとかもするので、まあ、できる方はねしていただけた方がいいんじゃないかなって私的には思うところでございます。ちょっと長いこといろんなしょうもない話しましたけど、このゲッターズさんのさ仕事運のところ1行読んでこの話ごちゃごちゃしましたけど、不向きな職場や苦手な分野でも不満がありつつも続けているという人が多いのが銀のインディアンズはまさに私でございますね。その話でいくとね、2023年はこれまでの頑張りが認められポジションや任される仕事が大きく変化します。ああそんなことあるんかな。周囲から期待が集まる時期なので、流れに逆らわず素直に受け入れてダメ元でも驚くような結果が出るなど、まあなんかいい方向に行くよみたいな感じで書いてありますね。銀のインディ
ディアンザの基本性格、3つのことを同時にできるタイプはまあわかる気がする。ダブルタスクってね、良くないって言いますけどね、1個のことにちゃんと集中した方が人間はいい結果が出るんだよっていうのはね、私すごくわかるんですけど、ついついね、なんか同時に何かやってること割と多かったりとかしますね。妄想や空想が激しい、あ、まあ確かにこうなったらええな、ああなったらええな、ほわーみたいな感じで思ってることが割と多いかもしれない。楽観的でマイペース、もうこれはね、私のための言葉同じっていう方もね、中にはたくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですが、相手の気持ちを察する力に長けている、これはどうかな。ちゃんとね、ご覧くださってる方々の気持ちにね、寄り添いつつ、みんながこう思ってるなーって思う方向にね、動画作りとかね、そういうのを活かしていけたらなーって思うんですけどね。推し財布はこれとかも書いてある。ラッキーカラーがレッド、オレンジ。ラッキーキーワード、料理、言葉、花。お花なんか全然飾ってないなー。とりあえずなんか銀のインディアン座の方はレッド、オレンジ、割とパッキリした色がいいみたいな感じで書いてありますね。その他いろいろね載ってますので、ぜひねスイートさん購入された方はこちら真ん中より後ろぐらいにあるのでご覧くださったらなと思う感じでございます。私ね、なんかね、ゲッターズさんはね、あんまりね、あれやねんよ、ゲッターズ財布をさ、めちゃめちゃ使ってる割にゲッターズさんの占いはあんまり信じんようにしててねなんでかって言ったら、2022年がねあんまり良くないって書いてあって、長いやん1年、なんかさ良くないって書かれてたら嫌やんか。だからもう信じませんみたいな、全然ゲッターズさんの言うことは信じませんみたいな感じでいたんですけど、私いいことだけしか信じないので、今回はいいこと書いてたから、あ、ちょっと信じようかなってちょっと思ったんですけど、2022年、じゃあどうだったかというと、いや、そんなに悪くもなかったよ。なんかね、ゲッターズ飛田さんの占いにもね、2022年の後半からちょっと良くなるよみたいな感じで書いてあって、実際まあそんな感じだったんよ。前半よりも後半の方がまだ充実してたかな。嫌なこともあったんだけど、でもその分いろいろ充実できたかなって思う年ではありました。だからなんか悔しいけど当たってるんよなちょっと当たってるんよなって思うところもあるんですけどもね、あのイブルルドはるかさんのね占いのやつもまた見てみたいなと思うところでございます。私自身占いとかあんまりね、そこまで信心深いタイプではないんですけど、読み物として読むには楽しいかなって思う感じでございました。まあ今日の雑談コーナーはこのあたりでということで、いつもほどたくさんのコメントと、そして心温かいグッドと、何よりこの最後の最後までご覧いただきまして、いつも本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。